はい、皆さんこんにちは。全盲の YouTuber アナちゃんこと穴澤雄介です。チンアナゴのアナコです。本日は水曜日、面白福祉の時間です。今日はチャンネル視聴者さんからいただいたご質問、駅の改札を出てタクシー乗り場まではどうやって行ってるんですかというご質問いただきました。何か展示の案内とかあるんですか、ね、これはね、結構困ってます。確かに決まってないんですよ、タクシー乗り場ね。駅を出て、こう、どの辺にあるっていうのは、すごく離れたところに乗り場があったりもしますからね。あと、私が結構苦戦するのは、離れてるのももちろん苦戦しますけど、なんていうのかな、ロータリーの中洲みたいなところにあったりしません？あれ結構困る。なぜ困るかっていうと、ロータリーみたいな感じのところだと、どこをどう渡ってその中洲に行ったらいいか、ちょっと下手するとね、ロータリーに中洲があるつもりで行ったら、ちょっと通りでなんか横断歩道とか信号無視みたいな感じになっちゃって結構危ない思いしたりとかね。あれ結構困りますね、ロータリーの中洲。近くても結構困る。で、そうですね、展示ブロックはないことが多いんですけど、ごくごく稀に駅の改札出て展示ブロック沿いに行くと、駅の、ね、構内を出て、で歩道に通じてて、その点字ブロックがタクシー乗り場の方にも誘導してくれているケースもありますね。都内で今思いつくのは巣鴨駅とか確かそうかな。他にももっとあると思いますよ。他にももっとあると思いますけど、今思いつくのはね。ただあれは知ってればいいけど、知らないと、バス停にもよくそういうふうに誘導してあるんですよ。だからバス停かどうかわからないっていうかな。バス停だと今度でも時刻表があるからね。そこで誰もいなかった時になんかこう、ちょっとさまよって時刻表らしきものにぶつかれば、あ、ここバス停だなとかわかるけどね。あとはもう通りに出て、ガードレールが綺麗なところで、もうひたすら手を挙げる作戦ですよ。これを使うことが一番多いかな、私は。初めての駅とかだったら。で、止まってくれれば儲けもの。止まらなくても、あ、もしかしてタクシー捕まえたいんですかとかって声かけてもらって、タクシー乗り場まで誘導してもらうっていう風になればね。やれやれよかったみたいな感じと。あとは、とかだったら駅員さんに聞くこともありますね。なぜ終電って思いますけど、終電だとほら、自分の最寄り駅までたどり着けなくて、ぶっちゃけ飲んだ帰りなんですけど。でそうするとタクシーね、乗り場聞かないと、ちゃんと聞かないと帰れないんじゃないですか。で終電だから駅員さんももう結構ほら最後だから、割と手が空いてたりとかして、誘導してもらいやすいですよね、終電の場合は、ね。そういう時は駅員さんに聞いたりもしますね。はい、ということで参考になりましたでしょうか。今日の話面白かったと思ったら、いいねボタンを押してください。そしてチャンネル登録もよろしく。あなちゃんでした。